むにゅーんと日常演舞のシャブータリックようこそ。さて本日の時間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。業務スーパーのとろけるパンナコッタを食べたいと思います。この牛乳パックシリーズにまた新しいの出たんですね。今回はパンナコッタか、どんな感じなんだろう。では甘い香りがしてきたな。これ開けた瞬間、おお、これは割とすんなり出てきたな。チャンネル登録よろしくお願いします。真っ白でプルプルですね。おお、料理ビビってるわけじゃないですからね。ではいただきます。白くてプルプルしてていいな。こういうのは本当にいくらでも食べられますね。一口目を口の中に入れた瞬間から程よい感じでとろけていって甘いミルク風味のパンナコッタが口の中に広がってきましたね。うんうん、とても美味しかったので最後まであっさりいただくことができました。量があるにもかかわらずこんなにあっさり入るってすごいです。甘酸っぱい、ここにこういうイチゴとか入ってますけど絶対合うと思います。イチゴソースも買っとけばよかったかな。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ちょっと数字見えにくい、5点ね。それでは山中水泳、雨が降るのや地獄天、うわーもう地獄でしょうねそれ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。